はい、皆さんおはようございます。今日も山に来ております。で、まあ今週もですが、相変わらず霜降りしめじを探しております。まあどんな今日、どんなつがどんなキノコつがもうね、霜降りしかないだろうけどね。まあ今日も霜降りを一生懸命探していきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。早速霜降りさんいましたよ。あとこれか、ほらあと上にもあるね、あの根っこのとこにあるので取っていきたいと思います。やっぱちょうど良かったかな、1週間置いたんですけど、顔出し始めましたね。いける、あ、落ちてきた、ちょっと、お、いいね、いい、あ、いいね、いいよいいよ。これはもう仕方ねえべ、折れてるから、もうこれはポロッと、お、いいですよ、美味しそう、ほら、はい、ダメ、ここは台が刺せば、いいんだよね。お、来た、いいね。テンション上がる。うまそう、かわいい。あ、いいねそれ。はい。それ取ります。根っこからいけるか。それは根っこから生きてえよな。生きてっす、これ。来ためっちゃいい方です。めっちゃすごい、うまそう。うわ、来た、綺麗に撮りたい。うわ、いいんじゃない。いや、最高だわ、映像綺麗です。俺もう映像見てるだけでいいもんな。わ、いいっすね、かわいい、今日もかわいいな。お、シャドウの隠れてる、すごいな。人間にかわいいっていうよりかわいいって言ってるね。こっちにもあります。よいしょ、あ、ピントが泡で、バッチか、すげえ動画長くなりそう、これ。結構ね、霜降りさんはこのウロの中というかね、こういうなんていうんだろう、この根っこの下が好んだりしますね。一個見つけるとね、どんどんね、やっぱ見えるようになって、見えるようになってつ、幻のキノコだからね。これいい方だな、かわいいね。これかわいいやつですね。お、いったか。結構軸も太くて良さそうだ。わあ、いいね、最高だ。はい、それではこいつを採取です。あ、折れちゃった。下手くそかよ、俺。さあ。あ、これも折れちゃうかな。これめっちゃ軸太いよ。来たんじゃない？はい、ここに霜降りさんがいるの分かるかな。で、めっちゃ生えてますね。ほら、あとはこう下を見ると
風呂の中だったり、これね、ほらほらほら、あと上もボッコボコ出てますね。見えるかな。でそのままこういったとこでしたり、こういったものがめちゃくちゃ出てますね。下にも出てるし、これはわからなくなるよね。こんなんね、だいぶ、まあ見ていくと慣れるんだけど、こういうのとか絶対見落とすじゃん。わかんないもんだって、こんなんとかさ。めっちゃ、だってこの画面の中にほら1、2、3、4、5、6、7、めっちゃ生えてるからね。あ、これもだ、ほらすごいよな。あ、撮っていきましょう。新しいのを見つけるという。いつか、はあ、いい状態だな。はあ、いいっすね。隠れてるもの、おお、でっけえの出てきた。隠れてるった。あ、いいね。もう取っちゃってもいいんじゃないか。あれ下のも、あ、おむすびこのりん、これ山でこんなことやってやっぱおかしい人だね。いいです。はい、どうぞ。意外と手だけでいけるけど、その柔らけくて。本当ですか。ほら、うわー、いやー、このいいね、銀だけって感じ。ありますね。ほら、ちょっとこんな感じで、これちょっと折れちゃうな。あ、大丈夫だった。ほら、でかいでかい、出てる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 、ほらほら、もうボッコボコ。これいいね。それにまだあっちにも出てるんですよ。とかもそうです。こっちの方にも来て、ずっと霜降りさんがいます。で、ここあたりまでかな。こう、ほら、あそこにもすごい立派ですよ。軸も太くていいやつだけですね。これ最高な時に来ました。回収していきます。しょうか。すごいぞ。だ、軸持ちながらの方がいいか。結構長いのかね。でかいもんな。大幅切り。マジか。ちょっとずつこう引っ張りながら来たんじゃね。わあ。覚えになるのよ。あ、それもいい。最高。ちょっと待ってよ。あ、いいね。
とうございます、ね、うわすごいねその三兄弟。この三兄弟緊張するな。まずいまず1個だ超難くん動画慣れしてきてねえかな全部だ全部だ。おお一気にいった。なんだったかこいつもちょっと、いい感じ来たんじゃないかな。おし来てるね。ほら最高ですはい、力にも行けか。ここが上手くなってきたね。すげー長軸これなんか触った感じえ、もう一個いんの？もう一個残りっすよ。これ入ってたの？入ってないです。あら、さえすげえ。次々と取っております。はい、これもね、これも本当、これもあ、これ頭乗る、うん、おいしょ、おいしょ、おいし、はい、あ、これもよし、よしいいっすね。ってことで俺もちょっと採取しないとやばそうなんで採取します。これすごいよ。あ、3匹、あ、3人いるね。あ、やべ、折れるかも。やっちまった俺、ほんとやっちまったこれ。ああ、やっちまった、ごめん、失敗しちゃった。あ、いいね、うまくなってきたな。俺やたら下手くそだねこれよーしか、よし、これで、これですね。これを認証ね。嘘、3ですか。3難しいろないな失敗しました。すげー美味しそう。はい、上にでかいのが、これ三兄弟っぽいです。ここ当たりいいんじゃない。お、すげえ不定じゃん、四兄弟じゃん。え、本当だ。うわ、五兄弟じゃん。1,2,3,4,5だよ。ちょっとそこでちょっと一回、ちょっと待ってよ、ピントを合わせて。お、やばー、慎重に取ってる。え、株立ちじゃん。それ綺麗に取りてえな。あー、でもこういっちゃえば、あ、割れちゃった。あ、いや仕方ね。でも取れたもん。お、すげえ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 、1,2,3,4,5 兄弟。うわあ、また発見。はいはいはいどんどん雑なってくるっていうね。で、こちらね、
していきますよ。あるけど、なんか煽れちゃった。少ないかな。なんか、まあ、十分取ってはいるんだけど。よし。はい、ラストスパートかけております。三つ子？三つ子じゃないですかこれ。あ、双子かな。結構あ、やべえ、失敗した。あ、さあ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 、これだ。よし、これがここを見終わったらね、あと降りたいと思います。よし、あ、ここにもあった。よし、はい、どうぞ。あ、失敗した。降りる降りる詐欺です。なんだかんだ言って撮っております。あ、折れた。はい、これも一つなんだ。おかしいね。おかしい。あ、落ちてった。一個ロスト。すごく元気な子だった。よし、いいね。はい。で、これだ。下にちっちゃいのいる。ピント合えば最高だな。ちょっと大きいのは脆いから軸折れちゃっても仕方ないかな。映ってねって。はいはい、はい、これを。よし、はい、ちょっとそこに、ここにちょうだい。ここに、ここね。もうちょっと上だな。はい、そのまま。はい、いいですね。上にもいるね。全然帰ろうとしない。帰らせてくれな い, れない。はい、はい、ピント合ってない。あー、いるね。あそこにちっちゃいのいるんだよね。よし、それを取りましょうか。霜降りセンサー発動です。ディ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 と、ほら、これが本当に今日ラストの霜降りですね。多分だけどね。よし、ラスト取っていきましょうか。これ取ってもらおうか。順調に回収したな。どんどん適当になっていくみたいなな。はい、ちょっと別の山に来ております。栗竹の幼菌がねついてます。めっちゃついてるよ、ほら。わ、すげえ、ほら、栗竹一周ぐるーっとついてます。こっちにはムキタケもついてます。あー、かわいいっすね。さあ、上を目指します。ムキタケがいっぱいついてますね、ほら。あー、ムキタケも始まりました。あれ、これナメコじゃね。ナメコもいますね。ちっちゃい幼菌も出てます。あ、ナメコだ。はい、やりました。あとは上にこんな感じで生えとります。取っていきましょう。結構あの、さっきの場所は斜面だったので楽だったんですけど、こういったあの林の中になるとね、やっぱね
見えづらいですね。探しづらい。なかなか難しいキノコですね。やっぱ一回見えると見えるんですけどね。ね、見えませんだ本当。ちょっと目が慣れるまでね、時間がかかりますね。かかる。お霜降りです。しゃ。わ分かんなくなってくる。よし、見つけましたぜ。こうだ、で奥にもさあ取っていきましょう。短い棒で取ってるほど。これ決めないですか。硬そうな場所だな、ここは。さっきすげえ格好だったんですかね。そんな下までじゃ埋まってねえの。ああ、でもそれがいいな。よし、集中せば無言になるってこと。軸まで美味しくいただきますと。いただきます。結構いいね。この動画何ゲグなるって。ナボ採取動画撮ってんのよみたいな。まあでもこれでシーズン終わりするだったら。だな、これが最後の霜降りだと思う。よし、オッケー。うえ、霜降り。うえ、でっかくねこいつ。でっかい。でっかい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 、小さい、そして小さい、見えるようになってきましたよ。あー、こっちもある。ほら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 、これこれも霜降り霜降り、見える見える見える、海岸した。よし、めっちゃこう葉っぱをねこうかき分けるとこういう風に出てくるんですよ。ほら、これもいますね。よし、だいぶね取ったので、そろそろね降りていかないとやばいかな。おお、いた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 。ああ、いい方ですね。ああ、こっちにもある。ああ、上にもある。上にもあるな。でも怖いね、ここね、踏みそうでね。これもです。あ、これもだ、これもだ。すげえいっぱいある。よし、あー、あっちにもあるね。あっち、あー、見えねえか。これなんだけどね、これこれこれ。よし、取っていきます。あ、上にもある。あー、めっちゃいいやつあんじゃん。ほら、あ、これもだ。あ、おねえみたいになってる。あ、あそこにもある。あ、はい、お願いします。お願いされました。すげえいいやつじゃん。映ってない。ここは何だな。ここさ、こう置いていけば、あ、いいね。よいしょ。わー、いいですね。ほら、すげえ立派です。ちょっとこれ、ちょっとこっち、よいしょ。
出すな。うん、あ、上にもあるから取っちゃおうか。こんな感じ。はい、いただきます。4兄弟。負けた。後で強い。あんまりここのやつ深くまで刺さってないと思う。わあ、株立ちしてる。へえ、めっちゃいいやん。最高。今日一じゃない？ちょっと待ってよ、それ。写真撮っちゃうんすか？うん。これ A 面、こっちも、こっちで B 面すか？だな、B 面の方いいな。どこ？撮ってくますか？そのままや。撮っちゃおう。え、そこ今撮るんすか？だんだ。ここには根が浅いので、撮りやすい。いやー、今年一番取れてますね。さあ、過去一で取れてるかもしんない。で、霜降りポイント、ヒントその1、結構こういう木の、腐れた木のね、この脇にこういう風に沿って出たりすることが自分のポイントではあります。いや、すげーよこれ。めっちゃ立派だよ、ほら。もう根っこが浅いからスパスパ取れちゃいます。立派すぎるでしょう。こんななかなか帰る帰るって帰れないっていうね。やべえ。はい、今日の成果です。この間はこれに一つ、まあまあ今日はこれに一つか。で、これにもいっぱいたらふくで、あとこっちにもあります。全部でこれぐらいでした。すごい取れましたね。何キロあるんだろうな。うん、5キロちょっとはあるかもしれないですね。ちょっとやりすぎた感が出てしまいましたが、でももうシーズン的にはもう終わりなんで、今日取らないとね、もう逃してしまうので、取れるだけまずね今日は取ってきました。てな感じで今日の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。じゃねー。チャンネル登録よろしくねー。グッド。